獅子を何を見てるのあれなんでまだここに枯れ木があるのさっき見たんだ。この木の幹が突然枯れて、不気味な枝を伸ばして、そして倒れたんだ。異質な力を感じた。前の汚れより、もっと強いものだ。森の結界の中まで侵されている。 まさか、外の森も侵されているのだろうか。師匠、どうやらお前も気づいたんだろう。外で起きていることに。さっき、俺たちが道を探しているとき、遠くにある大きな黒い鶴に気づいたんだ。しかも、あれらは土から生えてきたものじゃない。空から垂れてきたのしかも、私たちの方へ近づいてきている。 僕で見ていたら、まるで空を泳ぐ蛇の群れみたい。我の風で、あの不気味な鶴を調べたが、あれはまるで、女の髪のようだ。もしかような女が本当に存在しているのであれば、この世に死と滅びをもたらすに違いない。おそらく外の世界はすでに、ひどい状況になっている。 僕は覚悟できてる。浄化の旅はまだまだ終わっていない。思っていたよりずっと辛くて長い旅になるかもしれないけれど、僕はもう恐れない。だって、みんながずっと僕のそばにいてくれるから。そうだろう